高橋由一チャンネル。中国の商務省が EU の中国風力企業の調査断固反対っていう記事があって、おお、これも中国が反対することはいいことっていう法則が成り立つかもしれないな。自然エネルギーについてね、はい、あのちょっと、EU が、中国がサイレントインベンジョンで来てるかもしれないってんで調査するっていうことだと私は思うけどね。ちょっと細かい話は分かんないけど、はいはいはい、まあ、あの一般的に言うとね、中国由来のいろんな機器を使うっていう、はい、まあ、風力なんか結構そういうのが多いんでね、はい、そうすると、まあ、再エネ関係も多いんだけどね、まあ、もうちょっと具体的に言うとあのパネルなんかだとね、はい、中国由来のものを使うでしょ、はい、多いですね、で中国由来のものを使うっていう時にそれをオペレートする時っていうのは結構重要なんだけどね、はい、ただ単に今あの場合はなんかスイッチポコって入れるのじゃなくてね、はい、大体あのパソコンとかそういうのでソフトであの動かすのが普通なんですよ。でその時にどういうソフトかっていうんだけど、中国由来だとこれ中国の製品使ってる人はみんな知ってると思うんだけどね、はい、アプリが基本的に中国製なんだよ。そうですね、うん、中国製アプリでやるね、はい、それでおまけに中国製アプリのにと以外にも、はい、あの例えば中国製 の, あのファーウェイ の,、はい、あの機器使えとかね、はい、そういうのが多いんだよ。あ、うん、それでファーウェイの機器使って中国製アプリでやったらね、はい、おそらく多くの情報がごそって取られるのは確実なんだよ、やっぱりね、うん、だから多分そういうふうなことも含めてね、うん、EU は調べるんじゃないかなって気がするけどね、私にはね。だからそれはあの風力のいろんな情報をごそって抜かれて、うん、安全保障上どうなるかってとこまで含めてね、はいはい、あの一般的にはあのただ単にあれだよね、中国由来のもので競争条件がどうのこうのっていうことで調べるんだけどね、うん、でも多分その中国製の由来のものを使うときにそれをオペレートするときに、はい、中国アプリ必ず必要なんですね、はい、あのそういうことか。ちなみに私もちょっと趣味なんで実際にあのうちの中でやってて、はい、これよく注意深くやってることなんだけどね、はい、昔あの家の中の監視モニターっていうか、ああ家の中の監視カメラ、監視カメラ、見守りがあって、はいはい、ありますね、中華製のやつがすごく安く出てたわけ、ね、はい、ありますね。でそれがやっぱりちょっと私それに興味があるからね、はい、そういうのね、はい、でちょっと買ってみてね、はい、で買ってみてやったんだけど、あのやっぱり中華製のアプリ入れるんだよね、うん、それでみんな抜けるって中国に全部行くって分かったんだよね。だから家の中のネットワークにつながないでネットワーク別にしてね、はい、うん、サンドボックスって言うんだけどね、はい、別の砂場って意味なんだけどね、そこで監視したことあるんだけど、そうするとねどん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 中国に送るって、送ってんですか送ってんだよ、ああこれすげえなと思ってね。でそれはあのこの監視アプリなんだけど、そうなんだよ、はい、だから私の家の中の話がどん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 中国に抜けてるなと思ってね、これすげえな、これ産業でやったらすげえだろうなと思ったことあるよ一回。はあ、それだからその時 の, あの邪推ですよ、はい、その時の邪推でそのインフラ関係で中国アプリに入れて、うん、そのオペレートするね、うん、そう動作するのを中国アプリ入れたらね、うん、これみんな抜けるしね、うん、場合によっては中国アプリじゃなくてさ、その機器までね、はい、この監視する機器までね指定されちゃったらこれ大変だよ。そうですね、うん、だからそういうのも含めてね、うん、あのこれからあれなんじゃないの、経済安全保障という観点からね、はい、中国製はこのようにチェックたくさん受けるんじゃないの、うんうん、だからこういうふうにチェック受けるとやましいことなんだよ、だから中国商務省は反対するってことなんじゃないかな、うん、やましくなければおどうぞって言ってしまうだからね、そうそうですよ、うん、だからなんかやましいことあるんじゃないのこれ、やべやべって言ってるってことです、うん、だから中国商務省から見るとね、こんなの調べるなよって言ってるってことはやましいことがあるからじゃないの、全然大丈夫だったらどうぞって言ってね、中国アプリでもあれだよね、どうぞって言ってね、なんかその爆弾は全くありませんよってなったら全くどうぞって言うと終わると思うよ。でもさ、それなんかやましいからさ、こんなね風力発電の話を調べるなって言うんじゃないの、調べるなっていう時にはやましいことがあるっていうことなんじゃないかなと思っちゃうけどな。調べるのに反対っておかしいですもんね。調べた結果についてね、なんか恣意的だって文句言うのは
のは分かります、ね、調べるなっていうのはちょっとおかしいよ。だからこれはねやっぱり中国の政府が反対してることはいいことやってるっていう法則があってなるほどなるほど、うん、それに手足合わせてみると、はい、うん、これだから中国やっぱりよがること考えてんじゃないのと思うよ。そうですね、うん、これ日本もこういうのやった方がいい、真似てやればいいんだよ、ね、だからきっかけ簡単なんで、はい、EU やりましたからちょっと日本もやりますって言えばいいんだよいつも。あ、そうか、うん、はいはいはい、いつも似てやればいいの、あの結構こういうの真似てやればいいの、別に真似てやっちゃいけないってことないんだから、はいはいはい、だからそれぞれ経済安全保障の観点からね、うん、どっかの国でやってるような話があったらね、うん、それをいつもね注意深く見といて、うん、日本もやりますって言えばいいだけだ、はい、ああそうですね、うん、別に一番最初にやる必要はない、一番最初にやるのはちょっと大変だからな調べてやらなきゃいけないから、ね、一番最初にやれれば一番いいんだけど、はい、もしそれができなかったら他の国でやってることを真似する多分っていうのが一番簡単だ。これ結果が出ていろんなことが出た後に調査するとやりやすいですよね。そうそうそう、だからあのこういう時にあれで EU が調べるでしょ、はい、EU が調べ終わった時ぐらいにあの日本のあのこのね、はい、経産省のね、うん、役人がね、うん、EU のとこ行って何調べたって言って聞いてこれで調べた項目を聞いてはい、はい、調査も結果もちょっと聞いてこれで真似てやればいいんだよ。そうです、それでね人の、 あの2番煎じなんだけどね、はいはい、別にねいいんだよこういうのって、うん、あのいろんな国でやった話をねパクったっていいんだから、はい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 、だから別に日本が一番最初にできれば立派なもんだけどね、できなくてもね他の国がやってた話っていうのを真似てやるって手はよくある手なんです。よくある手っていうかそれはやるべきなんだけどね。うん、中国はとにかくいろんな情報をかき集めたいってことなんですね。それはそうでしょ、だから反対するんでしょ、調べることは。だからインフラ関係についてあの中国企業に握られるっていうのはあのいざ的に止められるって話もあるんだけど、そこの過程においてねいろんな、はい、あの諸情報っていうかねそれが抜かれるっていうのが結構あの危険なんだよ ね、 ですよね。だから抜いてると思うよ多分、うんうん、だって普通にオペレートするときに、はい、ああいうのただ単にボタン押すだけじゃないの今は。ネットを使いながらね、はい、いろんなあの情報その指示も、ね、ネット経由してやるからね、うんうん、そうするとネット経由してその各地の情報もオペレートするところに集まるよね、はいはいはい、そのデータを中国に流すと安全保障上有力な情報が中国に常時抜けるって形になるんだよ。なるほどね、こういうのはいつも気をつけなきゃいけないよね、はいはい、私なんかで中華製の話の時にいつもソフトくっついてるからそれ興味深くいつも見てる方なんだけどね、うん、そうするとねああこれ、ね、抜いて随分流してるなと思って、うん、それはこれは結構あの我が家のねつまんない話だけどねあこれはでもちょっと大きくすれば産業界の話で日本中全部にあの中華製のものがあってそれを全部抜いて中国の方に流せばねそれで情報量になるのかなといつも思ってるけどね。この間 の、 あの再エネの会議でいろいろ中国の資料使っちゃったみたいな人たちはこういうことは想定してない、うん、でもどちらかというとあの中国の人たちのエージェントだから、はい、どちらかというと推薦してこういうやれやれって言ってこれでよく知らないで言ってから知ってるかもしれないけど、はい、まあとにかくあれでしょ中国の方から見たらあれだよね、うん、あのたくさん売れればいいしね、うん、売れてかつビジネスになって情報も抜けるんだったらそれでいいってことで中国政府の推してるからね。だから、うん、端的に言うとあれでおそらくだけどね、はい、あの可能性があるのはあのファーウェイの機械使って、はいはい、あのファーウェイの OS 入れて、はい、それでアプリの中国製っていう形でこの風力発電を全体をコントロールするってことはよくあるよ。なるほど。っていうかそういうにしないとどうするの。だから他にやり方だと Windows のアプリ使ってやるんで、うん、それも中華製であることは間違いないよね。そうか。そうするとそこでも抜けるしね。でもその Windows でやると最後はあれだよね、中華製のアプリ殺されるかもしれないから、うん、あのファーウェイ使えば、うん、ファーウェイのハーモニゼーションっていうのがあってね、これは中国製の OS だからね、その上に乗っけとけば、はい、なかなかやられにくいから、はい、そうするとそういうこともありうるんじゃないの。これはコンピューターを知ってる人から見たら絶対そうだと思うよ。あのシステム全体として調べたいっていうことだと私は思うけどね。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。